しい場所に通ってんだよ、そのおじさん。ちょっとお話が。メイドカフェで働きます。おかえりなさいませ。オムライスです。夫婦してくれないでござるか。似合う。私とパンドラちゃんだけじゃもう限界かな。よかったら私やろうか。萌え萌え。すでに秋葉のメイドカフェの9割が買収され閉店。この店も他の店同様、我々モンテスキューが買い取らせていただく。レッツゴー。セレブニートなのリア充デイ。セレブニートキュー。感じてる今を。ええか、失敗したら飽きまへん。これはもう戦争だ。緑川蘭子、好きにやらせてもらいます。強い野獣ども。うわ